ここは東京市ヶ谷にある防衛省です。日本全国に広がる防衛省自衛隊の中枢がここです。我が国を取り巻く安全保障環境は様々な課題や不安定要因がより顕在化、先鋭化してきており、一層厳しさを増しています。そうした中、防衛省自衛隊は国民の生命、財産と我が国の領土、領海、領空を守るため様々な活動を行っています。ここではそのプロフェッショナルな活動をご紹介していきましょう。自衛隊とはどのような組織なのでしょうか。自衛隊は我が国の防衛という任務を果たすため実力組織である陸、海、空、自衛隊を中心に防衛大臣を補佐する内部部局、統合幕僚監部、陸海空幕僚監部のほか防衛装備庁など様々な組織で構成されています。広大な海岸線と多くの島嶼を有し、災害が発生しやすい日本。その主権、領土、国民などを守るための最終的な防衛力として、陸上における我が国の防衛を行うことを主な任務としているのが陸上自衛隊だ。陸上自衛隊は部隊を一体的に運用する陸上総隊のもと、全国の陸上自衛隊の各方面隊を迅速柔軟に運用する。さらに離島防衛の切り札となる水陸機動団、この部隊は水陸両用車などを装備し離島を防衛するための水陸両用作戦能力を備えている。四方を海に囲まれた海洋国日本、その地理的経済的特性を踏まえ海上からの侵略に対処し、我が国周辺の海域における海上の安全を確保し我が国を防衛することを主な任務としているのが海上自衛隊だ。海上自衛隊では護衛艦、潜水艦、哨戒機などにより平素から情報収集、警戒監視、周辺海域の哨戒及び防衛を24時間365日行っている。広い海上の警戒監視活動を空から行っているのが海上自衛隊の哨戒機部隊だ。警戒監視は海上だけではなく海の中も実施している。近年我が国の周辺海域を防衛するため潜水艦部隊を増強し警戒監視活動を強化している。我が国領空内への外国機の侵入や弾道ミサイルによる我が国への攻撃に対処し我が国周辺空域の安全を確保し我が国を防衛することを主な任務としているのが航空自衛隊だ。航空自衛隊は全国に航空警戒管制部隊を保持し我が国周辺のほぼ全空域を常時継続的に警戒監視している。航空自衛隊は新しい戦闘機の F-35A や航続距離・搭載能力が向上した C-2 輸送機を導入している。防衛省自衛隊では任務を迅速かつ効果的に遂行するため陸・海・空自衛隊を一体的に運用する統合運用の体制をとっている。その一つが弾道ミサイル攻撃への対応だ。弾道ミサイルの対処は海自のイージス艦による上層での迎撃と空自のペトリオット PAC-3 による下層での迎撃を連携させ我が国を多層的に防護している。陸、海、空とそれを統合して運用する統合幕僚監部、これらの組織の有効な連携により日本の安全は保たれています。これからは彼ら自衛官たちが実際の現場で何を行っているのか詳しく見ていくことにしましょう。
日本の周辺海域を警戒監視する護衛艦テルズキ。この艦艇にも警戒監視活動を行う隊員たちがいる。海上自衛隊に所属する藤原雄一さん、護衛艦テルズキに乗艦し、海上の警戒監視を中心とした任務の日々。やはり相手の動きが動向が不透明ですので、予想外の行動を起こした際に迅速かつ柔軟に対応できるかといったところが一番大変なところです。全部2番後部4号番話せ。全部2番後部4号番話せ。24時間体制で常時警戒監視を行い、各種事態に即応できる体制を維持することが大事なことです。やるべきことをやる、そして最善を尽くすといった姿勢を保つことがやっぱ重要だと思います。航空自衛隊にも我が国とその周辺の上空を24時間体制で警戒監視している隊員たちがいる。クラブ領空侵犯の恐れのある航空機を発見した場合には、直ちに戦闘機などを緊急発進させる。彼らはその航空機の状況を確認、必要に応じてその行動を監視し、領空を侵犯した場合には退去の警告などを行う。こうしたスクランブルは年間およそ1200回近くに上っているのだ。航空自衛隊に所属する榎本隆一さん、現在は対領空侵犯の任務と防空戦闘訓練の日々。突然緊急発進の指令があったとしても、安全確実に速やかに離陸する体制を維持するために、操縦者はもちろんのことですが、待機についている全ての勤務員がその待機期間中に一定の緊張感を維持し続けなければならないということです。日本の平和と安全、そして国民の皆様の生命や財産を守り抜くために厳しい状況を想定した訓練を実施しています。そういった訓練を通じて自衛隊にしかできない最後の砦としての任務を完遂する能力が身につくからです。ある日突然姿を現す歴史の落とし物、不発弾。地方公共団体などからの要請を受けて、陸上自衛隊の隊員たちが処理に当たっている。その件数は全国でおよそ1400件近くある。関東地区の不発弾処理を担当しているのは、朝霞駐屯地に所在する第102不発弾処理隊。いつ緊急出動要請があった場合でも出動できる即応体制を維持している。この部隊に所属する渡辺慎一郎さん、4分の1回転回せ。現在は不発弾処理を中心とした任務の日々。いつ爆発してもおかしくないと思って訓練の方をしております。警察からの情報としては年間約300件ありまして、その中で私たちが現場に急行しなければならない危険なものについては年間約50件あります。取り扱いを間違えると爆発する危険がありますので、疑問がないように、自分の中で疑問を残さないようにしっかりと訓練をして処理を実施するように心がけています。この地震は日々の厳しい訓練を経て築き上げた技術と仲間との強い絆によって支えられているのだ。我が国の安全は自衛隊という専門性に裏打ちされたプロフェッショナルな集団によって守られていることをお分かりいただけたことと思います。今後も防衛省自衛隊はあらゆる事態に対応するため専門性を発揮し、我が国の領土、領海、領空を守り、国民の命と平和な暮らしを守り抜いてまいります。我が国の平和と安全に寄与できたということから、達成感と充実感を感じたのを覚えています。不発弾処理の現場で対応している警察官や不安を感じている住民の方から、来てくれてありがとうとお礼を言われた時です。
重要な任務を終えて横須賀の母港に全乗員無事に入港できた時に感じます。自衛隊員が持つ信念を支える一本の支柱、ことに臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託に応える。これがプロフェッショナルの原点だ。